藤枝サッカーの歴史っていうことで、はい、藤枝ってこうサッカーが昔から強い、はいね、うん、やっぱり藤枝東高っていう名門があって、うん、サッカーの伝統がある町だと、うん、やっぱり調べていくとその、うん、どうやら志田中のですね、はい、藤枝東のいわゆるそうですね、はい、戦前の、はい、の創設の時にあの関わっている藤枝東高の前身、うん、志田中学がですね、はい、できた時の校長先生の影響というのが非常に強いということが分かってきて、はい、それが西堀兵三郎先生だったんですよ。はいはいはい、で西堀兵三郎先生が、はい、結局志田中学っていうのはその時新設中学でしょ、はい、新設中学、新しい中学の時にその、まあ、当時の今の文科省にあたる文部省が、うん、何かその中学の特徴となるようなものを作っていきなさい、うん、なるほどなるほど、それで指標が、本日はですね、竹本喜三郎様をお招きいたしまして、この藤枝市、まあ、宗教都市と言われておりますが、どのようにこの藤枝がサッカーを通じて発展していったのか、また、竹本様はですね、なんと元日本代表長谷部誠選手を中学校時代、指導されてきた、大変もう全国的に有名なサッカーの指導者でもございます。まずですね、この藤枝の歴史、はい、サッカーの歴史といった部分で、はいはいはい、竹本さんが感じる、まあ、ここがポイントなんじゃないかということを簡単にちょっと説明いただきたいんですけども、はい、そうですね、はい、なんといっても藤枝がなぜサッカーが、はい、野球が盛んだった大正時代に遡ります、はい、うん、なるほど、今から95年くらい前ですね、あ、100年前、はい、はいはいはい、その志田平野に普通高校を設立しようという機運が、はい、高まりました、はい、そこで、藤枝に現在の藤枝東高が、はい、設立されました。なるほど、その初代の校長、はい、西堀平三郎さんが校長として43歳、はい、44歳ですかね、若さで、はい、抜擢ですよね、それ抜擢です、はいはいはい、それで、はい、校長に、はい、なって、この講義にサッカー、当時は週休です、はいはいはい、春休を広めよう。なるほど。いろんな説もあります。はい、ということでですね、続きまして大慶寺というお寺の住職をやられている大場由依夫さん、由依夫さん、はい、お越しいただきました。よろしくお願いします。彼はですね、中学高校の実は同級生でして、今あの住職をやりながらですね、いろんな取り組みをしています。いろいろとますよね、はい、これなんかも典型、もう代表的な藤枝本博、藤枝本博、藤枝本骨神博覧会の、はい、略で藤枝本博なんですけれども、はい、まあ、本骨神、古きを訪ねて新しきを知るという、ね、うん、はい、意味なんですけれども、ちょっとドラマでしたね、まあ、我々は今あるものを新しい視点でという立場で、藤枝をもう一回見直してというか、うん、それぞれの人が、うん、まあ、いろんなことやってる人がいるんで、そうですよね、はい、それぞれにいいねポイントってあります。あります。それを体験プログラム化するという。おお、すごいですね、これですね、はいはい、これが藤枝、これは毎年やってるやつですよね、これが。そうですね、今7年目を今度迎えるかな、はい、あ、90ぐらいプログラム、はいはい、そうそう、なので大事なのは全部ホームランにしないみたいな。あ、なるほど、あ、面白いですね、こうヒットを、まあ、塁に出る的な、塁に出る、まず打席に立つみたいな、はい、なるほどなるほど、これ野球の話ですかシュートを決めないみたいな、ゴールを決めないみたいな、ゴールを目指すみたいな、そうそう、ゴールを目指す、まずピッチに出るみたいな、ああ、100% 点取るじゃなく、そうそうそう、ゴールに向かうことが大事なんだ。そう、練習で、ね、あのボードにシュートっていう練習とか、うん、あるじゃないですか、あります、あります、まあ、あれも大事なんですけど、はい、まずピッチに出てボール切ってみようよ。なるほど、それが、まあ、いわゆる、まあ、表現あれですけど、こうハードルを少しこう下げるというか、
そうですね。ですね。あとこうやりたいことをやろうよ。あ、なるほど。だからいきなり売り上げ作りに行くとかじゃなくて、あ、じゃなくてちょっとまずはやってみようぜみたいな。そう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 。で、まあ、これで反応あれば、うん、ちょっともっと少しビジネスに力を入れるみたいな。そういう使い方もできるし、なるほど。なんかこう文化伝えたい人は、うん、なんかそういうプログラムやってそれに共感する仲間を作るという目的でやったりとか、うん、なるほどなるほど。まあ、それぞれの目的で自己実現をするプラットフォームで、かっこいいですね。マーケティング 4.0 っていうらしいっすよね。マジでかっこいいっすね。なんか住職だけどマーケッター新しい新しい分野新しい分野